確かに。ルール交渉か。ルール交渉か。ハハ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 、息も変わってきた。ハハハハハ。わからん。5ステージ目、的野翔子と申します。それだけの理由で手に取る電話、もう寝てるかな、迷惑じゃないかな、最後のボタンは押せないままで、私はいつでも一人きりで、冷たい世界を眺めていた。あなたの右手がそんな日々に暖かい色をつけてくれたんだよ。愛してる。
ありがとうございます。マトの翔子と申します。福岡から出てまいりました。この曲右手という曲はですね、iTunes ストアでダウンロードできるようになっております。1曲からでもぜひぜひよろしくお願いします。2011年に全国デビューさせていただきまして、そのデビューアルバムホームの中からハッピーバースデーという曲が皆さんの元に、確認饅頭の CM、ね、岩崎本舗さんの CM ソングで永遠に変わらない。この曲でね、皆さんの元に届いてるんじゃないかなと思ってるんですけども、この曲をもってですね、6月28日土曜日 NBC 長崎の、ビデオホールにてですね、ワンマンライブが決まっております。このワンマンライブに一人でも多くの人に来てもらいたい。そして先月末にリリースしましたニューシングルハッピーバースデー、こちらも一人でも多くの人の手元に届いてほしいなという思いを込めて、今日はるばる福岡から路上ライブを1日やりにやってまいりました。今日3時半ぐらいから来て、今今日5ステージ目です。頑張ります。体力続く限り頑張りたいと思います。どうかよろしくお願いします。この頑張るという言葉にちなんでというか、次はですね、私から一曲応援歌を歌おうと思ってます。今日土曜日ですけども、日曜日終わって皆さんまた日常がやってくると、仕事だ学校だね、こう嫌なこととかもうやだなって、もう頑張りたくないなって時もあると思うんですけども、そんな時はね、この曲を思い出してもらえたらと思います。私が曲の途中でせーのっていうせーのって掛け声をかけますね。せーのって言ったら皆さん右手にね、こう頑張らなきゃいけないこととかやりたくないこととか嫌なこととか全部もう握り込んで、せーので私が頑張れって歌うので、頑張れと2回ね振り上げてもらって、せーの頑張れ、うん、2割せーの頑張れ、ありがとうございます。ね、ほら、せっかくね同じ時間過ごすなら楽しい方がいいじゃないですか。きっとね、頑張れって1曲終わったら、よし頑張ろうって思ってくれるかもしれない。今一番頑張らなきゃいけないのは私なんですけども、それでは頑張る全ての皆さんに聞いてください。スタートライン。知らんふりして逃げ道探して、言い訳して生きるのはやめにしませんか。流した涙は今君がそこで生きてる証、拭ったその手を強く握れ、せーの頑張れ、今こそ君に伝えたいこと、目の前の壁に負けんなよ、押してみよう、開く扉かもね、何度もそうやって進んできたんだろう、もう一度思い出してみてよ、いつだって踏み出す、そこがスタートライン。ありがとうございます。目を閉じて心の声を聞いてみて、君が本当に行きたいのはどこ、必要とされてないような気がしているだけ、本当は全部わかってるんだよ、君の力はそんなもんじゃないだろう、僕がよくわかっているよ、そんなところでいじけてないで、本当のピンチが君にやってきたら誰より先に駆けつけるよ、怖がらない君は一人じゃない。ああ。Yeah! ありがとうございます。あと3回せーので頑張れ。一緒によろしかったらお願いします。いきますよ。開く扉かもね、何度もそうやって進んできたんだろう、もう一度思い出してみてよ、いつだって踏み出す、もう一回せーの頑張れ、世界はずっと広いもんだろう、もっと上の高いステージで新しい景色を僕と未来が信じてあげることのないよ、
えたら、なんかちょっとでもね、まあそれでも元気出なかったらまたライブ見に来てくれたらまた頑張れってやるし、それでもダメだったらまたワンマンライブ来ればいいと思うしワンマンライブはあのバンドでもうこのサウンドをね、生バンドでも後ろもドラムとかいるしベースとかいるし、なんかいいライブだと思います。今日の本日5ステージ目ですけども、マイステージね、最後の曲はやっぱり、長崎といったらこの曲だということでハッピーバースデーをお届けしております。ハッピーバースデーバージョン20、いつもバージョン24つって言っちゃうんだけど、なんかパソコンのバージョンみたいだよね。バージョン2014ということで、この新しいハッピーバースデーをですね、シングル作ってますので、その辺もお求めいただけたら嬉しいです。5曲入り1枚1000円となっております。なんかプレゼントとかにもしやすい可愛いジャケットになってます。そして6月28日ワンマンライブ、この2点ですね、今日それだけでいいんで、3点かな、マトの証拠シングル出ました、ワンマンライブやります、この3点だけね覚えて帰ってもらえたら、今日は期待目があるかなと思います。それだけで、それでは最後にお届けしたいと思います。この曲の後物販お待ちしてます。ハッピーバースデー、君だけに送るハッピーバースデー。よかった、本当に最後の曲ですので、手拍子とか歌える人は一緒に歌ってくれたら嬉しいな。Birthday to you. いつも頑張る君におめでとう、ありがとう、伝えたいんだ。ちょっと辛い日も強がってる君の痛みも涙もそう分かってるから、君がどんな声を上げて生まれてきたのか、どんな夢を見たのか、育った街見てきた景色順番に知っていきたいんだ。やってきた今年もまた君が一つ大人になる日、生まれてくれて出会ってくれて愛してくれてありがとう、ありがとう。 It's your birthday present、好きな君を持って書いたよ、歌うよ、ちゃんと受け取ってよね。君がどんな人を好きになって、愛を育んで別れを迎えて、どんな悩みを抱えて泣いてきたのか、一つ一つ知りたいんだ。一年に一度だけ君が誰よりも輝く日、てくれて叱ってくれてそばにいてくれてありがとう、ありがとうございます。写真全然 OK です。よかったら Twitter、Facebook で告知してください。来年も君とまたこうして過ごしたい、いいね、その先もずっときっと。手拍子お願いします。永遠に変わらない、君とこの街へのこの想い、笑ってくれて叱ってくれて生まれてくれて1万枚ライブのチケットなどなど、ステッカーとかストラップの小さなグッズなどもご用意しております。こちら机の周り来たらなんか面白いことあると思うので、どうか声だけでもかけてもらえたら嬉しいです。マトの証拠でした。どうもありがとうございました。
そう。